新台場神パチ、皆さんおはようございます。神谷玲子です。さあ本日はですね、最新台のパチンコ新エヴァンゲリオンタイプレイをうちに、有楽町宇野にお邪魔しております。さあ話題の最新機種ということでね、まあ現行機でも、まあ、まだまだ大活躍しているアセード方向ありますけども、こちらの機種は、まあ、新エヴァンゲリオンの演出をたくさん搭載しているということで、まあ、あとはこう内容的な部分はね、アセード方向をしっかりと引き継いでそれをもうパワーアップさせたみたいな感じになっておりますので、本日はそちらの楽しさを皆様にしっかりとお伝えできるように頑張っていきたいと思います。それでは早速実践スタートです。それでは打っていきます。さあ私もね、今回初めて、もうこの筐体を見るのも初めてなんですけども、やっぱりすごい。レイちゃんがね、まあ、ロングヘアのレイちゃんがいますけども、ちなみに、今回あのタイプレイバージョン、まあ、こちらピーキなんですけども、こちらとあとスマパチのねタイプカオルバージョンも同時に出たんですけども、まあ、そっちがスマパチということで、まあどっちを打とうかって時だった、どっちを打てるかなっていう感じだったんですけど、やっぱ大人気なの でなんとかピーキのタイプ A の方がねギリギリ取れたということで、今回はタイプ A の方でやっていきます。カオル、タイプカオルとちょっとだけスペックが違ったり、演出期待度が少し変わったりとね、ただ内容に関してはほぼほぼ同じということなので、まあそちらの台も触れたらいいななんて思っているんですけど、ひとまず今日はタイプレイの方でやっていきます。早速ちょっと何も説明してない中発展しましたね。ひとまず1回継続ですね。しかもこのしかもすごいリラックス最初から出た。しかも今ノーマルモードでやってます。おマリまで行きましたね。今この連続演出入ったんですけど、それも強いで3割ぐらいあるかな。さあ金枠リラックスが出て、今奇数図柄での転敗、5転敗ですね。でこれは、バトル系の CG リーチになります。でアスカですね、2号機で、これ一応ノーマルだと 11% ぐらいの期待度しかないんですけど、一応チャンスアップとしてテロップだったりいろいろあるんですが、ここで避けると後半に発展します。でこれの後が共闘か覚醒かっていうのがあるんですけど、これ共闘になります。覚醒はねここで役物がガーンって出てくるんですけど、覚醒の方が強いです。なんでちょっとカットインとかが金出ないと厳しいかなみたいな。ちょっとね弱いですね、こうなると。まあしょうがない。これは、まあ、今のバトル系リーチ2つ種類があるんですけども、まあ、後半発展、共闘いくか覚醒いくか、覚醒の方がチャンスですよっていう感じです。そういきなり来たんですけど、ちょっと決めれず、これで当たってたらなよかったけど、まあ、何の説明もまだしておりませんので、まあ、もろもろしながらということで。さあとりあえずモードがね、アセンド方向打ってる方ご存知の通り、ノーマルモードとシンプルモードあります。まあ、シンプルはほとんど先読み発生しませんよっていうモードになるので、まあ、今回初めてということでノーマルモードでやっていきます。さあしかも早速青保留、まだスペックを言えてない時に申し訳ない。そういろいろ保留もねありますからね、まあ、青なんでそこまでですけども。おお急に、待って、マシカシが当たったんじゃない、これレインボーだもん、これ突当たりのやつ。今ちょっとかなり油断してました。ちょっと何か出てたかな。4号ダブルでちゃんとはっきり見てなかったんですけど、4で当たりました。で4なんで何回からか、通常ですね。違う、今4だから一応マイナス4以外でスタートした場合は確変です。でしっかり確変になりました。
あ、そうですね、突当たりでした、申し訳ない、そう忘れた、突当たりなんで学編ですね、失礼しました。もうテンパってます、もう朝から何もまだスペック紹介してないのに当たってしまったことで、ひとまず、最初回していきたいと思います。初回は、300個になります。まあ、一応振り分けとして1パーだけ1500個10ラウンドあるんですけども、それ以外は、はい、基本的には2ラウンド各編が 62% で、2ラウンド通常が 37% となっております。モードもね、あのバランス型とかもろもろありますけど、バランス型からやっていきます。軽くスペック言います。わー、しかもへそで当たった、なんかすごい、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これあのもうへそ1個しかなかったんで、私しょうがないんですよ、もう消化するしかなかったので、はい、あ、チタン500回に落ちちゃいました。え、なんかすごい、すいません、朝から騒がしい状況なんですけども、一回整理しましょうか。当たって突当たりしました、もちろん確変です。で、へそ1個残ってました、その1個回されました、はい、それでまさかの、通常あたりになってしまいまして、時短500回になるっていう、まあ、時短500回になるっていうのはね、アセンの方向の時からそうなんですけども、一応継続率としては一緒ですよという状況です。もう残念な感じではあるけど、しょうがない、もう1個目だったから、こればっかりはちょっとね、何も説明できなかったんで、一旦これ回す前に軽くだけスペック紹介させてください。大当たり確率が約 319.7分の1 です。で、右打ち中のラッシュは99分の1になっております。で、 ST 突入率は約 73%、まあ、それはね、あの通常時の時短だった引き戻し込みと、あと残保留の引き戻し込みとっていうところで約 73% となってます。で、 ST 回数は163回転、で、 ST 継続率は約 81% ということで、ほぼほぼ圧勢の方向と一緒ですよと。で、一応へそあたりでの割合が 1% で10ラウンドで、62% で2ラウンド各編、 37% で2ラウンド通常と。で、通常だった場合は時短100回転つきますよと。で、右打ち中はもうオール1500個になります。さあ、ちょっと早足な説明にはなってしまって、もうまあでも明日への方向打ってらっしゃる方ほとんど、ね、もう分かってらっしゃるかと思うので、ほぼほぼ一緒です。で、今時短500回もうここで当てなきゃいけません。ちょっと行かせていただきます。まあ、ここはちょっと一回目で見てどんな感じかっていうのをね、お試しの回ということで、はい、私も今日初打ちになるんで、はい、ちょっと楽しんでやりたいと思います。では行きましょう。いや、まさかちょっと確変引いて即落ちするとは思わなかった。これはなかなか奇跡的な、逆にレアなんじゃないかという、多分動画ではあんまりないと思います。そう、500回でサポついてくるので、あの引けはいいんです。ここで引ければまた確変に戻るんで、絶対当てないとダメですよ。もうこれは本当に当てますから。やっぱりこう寝台カビッパチ、あの当たりはもちろんなんですけども、説明をするっていうのが一番最初にあるので、もうそれを言わなきゃっていう頭になってたタイミングで当たったので、本当にどうなるかと一瞬焦りました。赤がいい、紫か、ちょっとそこの詳細は、はい、一応リーチになります。あ、赤だ、赤でチャンスアップ、あ、いいですよ、チャンスアップ出てます。当てます、当てます、絶対当てます、当てなきゃダメです。当てちゃおうね、そう、いいよ、一応奇数テンパイの方がチャンスです、偶数よりも。あ、ボタン出ないパターンいいんじゃないっけ。当たるね、よかった、よかった、はい、生還しました、よかった、危ない。そう、これ切り裂いてね、7に変わるんです、かっこいい。あー、確変、ありがとうございます、よかった。もうしかも早いですね、と70、あ、しかも保留連しました、72回転でなんとか引き戻せて、そして、カオル君が出たってことで保留連でございます。とんでもない展開です。こんな忙しい朝を迎えることがあるんでしょうかと。え、今日すごい一日になりそう。さあ、 V が出てきます。
さあいただきましたね。やった。いや嬉しい、もうありがたい。最初はどうなることかと思いましたけども、無事に、はい、通常はねこうなるってことですね。あのボーンってなった時は保留連の可動性がありますっていう。ちょっとまたバランスでいきます。私バランスがちょっと個人的にはずっと好きで、アスへの方向の時からバランスがすごい好きです。で今回あの右打ち中カスタムできるんですね。でレバブルアップ、まあ、インパクトラッシュだったりいろいろあるんですけど、次回予告カスタムっていうのが搭載されてて、まあ、これあの通常時も活かされるんですけど、当たるときにあの次回予告が出やすくなりますよと。期待度が変わるわけではなくて、占有率がまあ 40% になります。あいい音、青か、でもリーチお13号機まあ、もちろんレバーがいいボタンです。赤ボタンではないけど、ああお変化保留ちょっと早いな、終わるにはもうちょっとね。リーチ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 、お、よかったよかった。通常ですね。2号機あーチャンスアップが欲しいけど何も出てない。レバーがいいです。そう、あと出ないっていうパターンが結構ね当たってるんですよね。あーあと何回、35回ぐらい、ドクンドクンないか。あー10回切りました。終わっちゃうかな。あまずい、さすがに。さあ残念ながら、4回3600玉終了と。頑張ったっちゃ頑張ったのか、まあ朝一としてはね、まあまあまあ悪くないのかなっていう感じではあるんですけど、いやもう朝からちょっとドタバタ、急な展開訪れてっていう感じで、はい、ちょっとあわあわしちゃったんですけども、ひとまず3300発ぐらいの出玉今ある状態ですと。さすがにね何もお見せできてないんで、やります、ここからしっかりと。まあでも見ていただいた感じ、やっぱりね、もう汗の方向打ってる方はもうすぐ入れる感じだと思うので同じように楽しめます。でさっきラッシュ中ちょっと話したんですけども、カスタム今回もあります。まず先読みカスタムがおすすめチャン、あなしおすすめチャンス圧となっておりまして、チャンスにすると、先読み発生した場合約 44% の期待度あります。で圧の場合は先読み発生した場合約 94% なります。でなしにすると、ね、もう全ての先読みが発生しなくなりますよと。まあ、他には、まあ、レバブルアップ、まあ、これはいつも通りですね。あとインパクトフラッシュオンオフあります。あとは次回予告カスタム、まあ、さっきも言いましたけれども占有率が 40% に上がりますよってこのカスタムすると。だから当たるときに次回予告が見たいって方は設定すると楽しめるかなと。あとはカオルカスタムっていうのがあるんですけども、これですね、カオルカスタム、これオンにするとここのね、ちょっとカメラで見えないと思うんですけど、この左下のところにカオルのシルエット出てきます。まあ、そこが光れば、まあ、当たりっていう感じなんですけど、さあそしてね、この台何が出たら、まあ、大チャンスですかということで、もういつも通りリーチ後の背景予告ですね。まあ、綾波レイ、仮称、まあ、ショートカットの綾波レイの方が出た時は、一応ノーマルモードだと約 85% あります。シンプルモードだと約 93% の期待度あります。でこの綾波レイちゃん、髪の毛ロン毛の綾波レイちゃんと、あとマリとアスカが出てくる背景があるんですけども、その背景が出た場合はもう大当たり濃厚になります。
もうエヴァといえばやっぱね、そこの背景、もうレイ背景出ろって願いながら打つことが多いと思いますので、基本的にはその演出が熱いと。さあ、そしてこちらなんですけども、パチンコ視聴簿プラスから出ておりますパチンコ新エヴァンゲリオン超速攻略 SP ということで、まあ、これにね、本当にあのいろんな演出だったり、こう細かいことがいっぱい書いておりますので、本当にあのこれ一冊あれば、はい、これ手元にこれ持ってね、ホールに行けばもう何でも分かっちゃうんで、ぜひともこれ見ながら、学んでいただけたらと思います。でちなみにちょっとですね、あのリーチに関して、リーチの種類は、まあ、エヴァ系リーチ、エヴァ系 CG リーチっていうのがあるんですけども、それが3つあります。8号機、2号機、初号機っていう感じで、ただ、まあ、8号機、2号機はもう期待度が全然ないんですね。 4%、5% とかなんですけど、初号機に関しては、約 75% あります。なんで初号機来たら大チャンスですよと。で、バトル系 CG リーチ、まあ、さっきも、ね、出てましたけども、アスカの2号機とマリの8号機の2パターンがありまして、アスカの方が 11% の期待度、マリの方が 13% の期待度となってます。で、まあ、後半発展、そこで共闘するか覚醒するかっていう感じで、覚醒の方がチャンスですよっていうリーチです。さあ、そしてストーリー系リーチはパリ作戦 VS ネルフ艦隊戦マイナス宇宙の世界の3つがありまして、まあ、パリ作戦で 42%、 ネルフのやつで 47% で、マイナス宇宙の世界が 80% となってます。はい、かなり期待高いですよと。あとリーチ外れからの救済系だと人類補完チャンスっていうものがあって、約 36% ぐらいかな、期待度ありますよと、その演出がございます。あ、このタイミングで全部出玉飲まれました。追加となります。現在1000円しか使ってないんで、まあ、ここから1500円出ていきます。やっぱね、明日への方向がまださ、こんだけ人気あって、それとこう変わらず打てるのが、まあ、台数が増えてちょっと種類が変わって、こうエヴァ打ちたい人からしたらこう選ぶ選択肢がすごい増えていいなみたいな。朝は絶好調でしたけども、追加投資になってしまいました。557回転、2枚目1万と500円入れていきます。こうね、入賞とともにだったり、こう変動とともに起きるこの次回予告、ついにやってきました。さあ、次回予告何が選ばれるのか。あ、タイトルに、ね、対応したらスーパーリーチいきますからね。アスカか、うん、まあまあ、さあここから、そうそう、これ今ねエヴァ系 CG のやつだね。これはパリ作戦か、ストーリーリーチに行きました。パリ作戦、おー、でもここのイルミが金はちょっとね、もしかしたら法則とかで大当たり濃厚とかあるかもですね。あ、もう金2発は強い、これは強い、これはもらったよ、もらったよこれ絶対。さあ、レバーでね、しっかりと掴んで押し込ませていただきます。 OK、 わー、よかった、ちゃんと一発のね、その次回予告発生でしっかりと決めてもらいました、ストーリーって。よし、まあ、とりあえず通常図柄ではありますけども、こっから問題は、さあ4なので、またあー、さっきと一緒だ、変わらんか、通常パターンだ、切り裂かない、切り裂かない。さあ、ただね、まだ昇格あります。ひとまず2ラウンド確変、あ、そうだ、2ラウンド大当たりです、失礼しました、もう確変の気分になっちゃいました。さあ、あ、 OK、 V に入りましたんで、
各編でございます。はい、やったー、594回転で、今投資の方が12,500円です。じゃあここから各編になります。青変更量お願い、緑以上で。青か、弱いな。一応ね、リーチにはなりました。あ、そうですね、相手がね、そう、さっきよりはチャンスだけど、ボタンでしょう。あ、リボーだ、これ決めたい、お願いします。で、やった。ちょっと厳しいかなと思ってたけど、無事当たりました。やったぜね、レバーが出るとね、やっぱね、期待していいですね。さあ、よかった、1回取れたら安心。そう、駆け抜けされるの本当怖いんで。でも結構ね、やっぱもうエヴァ打ってる方、もう駆け抜け経験されてる方たくさんいると思うので、ひとまずさ1回当たったんでよかった。今回新たになんかね、連続演出、その継続継続みたいな感じで連続演出絡んだりするんですけど、それはもう激アツ。なんもなさすぎじゃねえか。リーチだってないんじゃない、一回も。あなたか、お願い、赤で。あ、でも青ってない、ちょ、紫で赤。これはね、絶対外しちゃいけないです。こういうの外したら本当に終わっちゃう。3点敗キス。あ、赤 OK。 ボタンなんだ。あー、ビビったー今の。でもよかったね、ひとまず128回転、よかったです、ありがとう。よし、振り出しに戻る、よかった。いや本当に当てちゃえばね、戻るから。ちょっと私カスタム入れようかな、次回予告カスタムだけ。あの、お隣さんがこれ入れて大連チャンしてるんで、なんか、はい、あやかりたいのと私も見たいという、なんで次回予告が発生すれば濃厚です。やれるのか、次回予告見たいよ、次回予告。やだー、よかった。もうな、ラストだって20回ぐらいですよ。サービスサービス、やったー、よかった。いやー、ありがとう、本当にこれは嬉しい、このタイミング。いやー、危なっかしいところを助けてくれた。シャキン。よーし、気持ちいいかも、これ、これいいです、この次回予告面白い、カスタムおすすめ。やったー、早かった今回、しかも嬉しい。あ、そのまま行くんだ、 OK、 赤ボタン。やったぜよかった。いや、これ嬉しい。はい、あと23回転、次回エヴァンゲリオン出撃っていうことで、今までサービスサービスだけだったんでね。ボタンなんだ、いや大丈夫だよね、大丈夫よっか。あー、もちろん大丈夫ですということで、当たりましたね。本当ギリギリ、もう、まあ、続いてて、何回目だろう、これ
6回目とかかな。やっぱロング ST 面白いんだよな。そう、しかも紙パチで前回の明日への方向やってないじゃないですか。そういえばね、そう、私たちが番組始めた頃にはもう絶賛稼働中だったので、結局触れることなく来ちゃったけど、なんか触れて嬉しい、この紙パチで。すごいね、お兄さんはたくさん出して帰ってきました。素晴らしい。私の方にこの運がね映っていってくれればいいんですけども、ラスト10回転、おい次回予告、ちょっと待って、危ない、セーフ。てかもうギリギリすぎるって、さすがに残り4回転でしょ、勘弁して本当。でもなんかいいね、分かってる本当に、そうやっちまえ、そうやっちまえ、ボタンも出ない、何も出ない、これは大丈夫。はい、いやー本当に良かった、もう正直諦めてた。はい、でもね最後の最後までチャンスはございますので諦めず、やったー。なんかやっぱ次回予告はその捕虜変化がそんなに起きないというか、まあたまたま起きてないだけだと思うんですけど、そう、先読み系がない状態で突然来るから面白い。もう諦めてたのに、みたいな、そういたのかよそこにみたいな。いいんだよ早めに当たって。おお、あ、こういうパターンのね、あーいいですね、レインボーのライン、わー劇場版、この次も期待してね、だって。え、保留連があるとかではないんでしょうか。そう、次のあたりも期待してね言われたらさ、まあそういうことではないとね、ラウンド中になってくれたりとかないかな。やっぱ紙パチはなんかいいですね。あ、一番パチ、何の動画でもやれてなくても紙パチできたらやれるっていう。過度な期待はできないんですけども、セットでこれが出ちゃうんですよね。さあさあ、まあ、これはね次回予告出てますから。やったぜ、あの即当たりパターンね。はい、楽しすぎるよ、60回早い。あ、赤保留だよ、あー嬉しい、こっちパターン嬉しい、次回予告だけじゃないよ俺は、といいですね、突当たりパターンでありがとうございます。あ、やったー、いいですよね、 OK、 嬉しすぎます。116、まあ、ちょっとハマっちゃったけど気持ちいい、まあ、当たるわな、これは。いや、いいなぁ、いろんな当たり方見せてくれる、なんなの、超えないかなっていうとこですね。あらー、19,800円、あと1回で、そうですね、お買い得価格になっておりますが、19,800円。20回切ります。あ、赤い、赤ゲーム数来てる。さあネクスト、まあ一応ね汗の方向だと8割あります、赤ゲーム数、しかも 3回はもうあっちっちです。はい、
あー17回転残し、よっしゃー、これでついに15回、2万発を超えますね、表示たます。やったー。ただ次回予告じゃない、また新たなね、赤ゲーム数っていう、そっからの疑似3回、やったー、2万発超えました。さあ今15連終わって2万発超えたんで、ここからはちょっとカオル君見たいななんて思うんで、プレミアムカオル君出したいと思います。おーい、ちょっと何もないまま終わりそうですね。一回もリーチになってないもんね。いや、私はモード変えたぐらいでね、落ちるなと思っていない。そんなモード変えたからってもう流れが変わったなんて思いたくない。お願い、こういうところで次回予告、なんかちょっと危険かも。20切ってます、レバブル来てます。あー、もう助けて、違う、助けてくれた。あー、渚さん、いいね、こう縦に出るっていう、嬉しい。これ危なー。はい、イエーイ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 。はい、これで持ち玉も2万発を超えます。本当に次回予告、マジでこうなったら次回予告です。本当お願いします、あなた様しかいません。あ、待って、ビジョさんに先読んでる。あー、ダメか。ねえ、カオルさん、いつ出てくるの。ねえ、あなたのこと選んだのにさ、ねえ、青で仕事するっていう粋だね。カオルはね、今いました。あー、出てきた、綺麗。あ、そんなキュインってなるんだ。はい、いやー、私も残り17、18、17ですね。頑張るね、ここからの粘り強さすごいな。すごいね。さ、ほんと早めによ。80になるとさ、止めなきゃいけないから私、うん、その前に当たってほしいのよ、うん、そうそう。お、3回いけばもう濃厚です。もう一回いってほしい。おい、オッケー、これでもう大丈夫。いいね、この当たり方もいいよ、素晴らしい。言うこと聞いてくれた、80切る前に、さすがです。関係ないとは思うんだけど、やっぱバランス型の方がね、やっぱね、いいね。そのなんか、そうそうそう、99分の1です。おー、緑、お仕事できるか。急転廃、これ転廃してそのまま、あー、これ当たってほしいやつ、この形。早い早い、12回。え、なんか朝一にも奇跡がありましたけど、後半もちゃんとね、はい、見せ場というか奇跡が起きてくれてよかった。いや、継続率 81% なのに、あ、紫よ、3回でボタン赤で、紫初めて出ましたね。おー、初号機だ、大チャンス、レバーで。ボタン赤、ボタン普通ダメなんだ。でもこっからなんかないかい。長いね。あーあー、カオルくんもいますし、マリちゃんのレインボー。
あ、こういう感じなんだ、復活は。同行版プレミアム、すごい。無事これで20回目を踏みました。12回転です。いや、しかもコンスタントにめっちゃ早い段階で当たってくれてて、あと1回行けば3万発埋めます。そこまで来た。いけないか。あ、いけた、すごい。17回、早い。え、マジでバランス面白い。いろんなの来るね、おすすめ。ってことで、ついに3万発。さあ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 、どうでしょう。まだ終わりの時じゃないよ、まだ終わりの時じゃない。落ち着くんじゃないよ、落ち着くんじゃないよ。次回予告、次回予告だよ。そろそろ、そろそろね、お仕事の時間だよ。次回予告、99分の1、この辺で、この辺が、そう、いつもこの辺が仕事する時だよ。やばい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 、中切る。あー、落ち着いちゃった。あー、もう10回、満足しちゃったの。次回予告出る？次回予告出る？あー、ダメか、さすがに。あー、終わった。さあ、ということで21回、表示は3万300発ということで、いや、だいぶ頑張りました。一応この4回がね、どうかちょっと見届けて。さすがに残保留で当てるなんていう引きの強さはないか。今日のね、引きだったらなんかやってくれそうな気はしましたけども、はい、これで終了と。さあ、一応表示玉数は3万発超えたんですけど、持ち玉としてはちょっと3万発届かないという感じですが、でも今日当たり2回引いて、だいぶあの連チャンもね、2回ともお見せできましたし、しかも3万発の出玉取れるっていうことで、もう実戦はめちゃくちゃ楽しかったです。ちょっと結果の方もろもろはエンディングで発表したいと思います。そんなわけで本日の実戦はこれにて終了です。ありがとうございました。実戦終了、お疲れ様でした。さあ、本日の実戦もう楽しかったの一言に尽きるんですけども、まずは結果の方を発表していきたいと思います。投資の方が全部で12,500円、そして回収が、28,073玉ということで、めちゃくちゃプラスです。え、紙パチでこんなに勝ったの久々じゃないでしょうかというぐらいの大勝利なんですけども、本当に楽しかった。まあ、今回はその継続率 81% をしっかりと私生かすことができて、楽しいところいっぱいあったんですけども、あの、私のおすすめカスタムとしましては、やっぱりバランス、そしてそれに次回予告カスタムですね。これが合わさった時に、あの、本当にバランスよくいろんな演出もいろんな当たり方も見せてくれるんですけれども、何の先読みもないところで突然やってくる次回予告が本当に面白いので、ちょっとこの組み合わせでぜひとも遊んでいただけたらと思います。他にもね、やっぱシンプルモードとかあるので、ちょっとそっちはあの、また別な機会でお見せできる時があればいいななんて思っておりますので、ぜひとも皆さんもホールで実際に打って、まあ、モードもですけども、ラッシュ中の、ね、モードも私今回バランスばっかりお見せしてしまったので、他のモード実際に体験してみてください。そんなわけで本日はとっても楽しい実践になりました。また次回も紙パチ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。